皆さんこんにちは。ファクトリーギアの高野倉です。皆さんに楽しんでいただいておりました FM 北海道のギアラジですね。北海道でやってた FM なんですけれども、ポッドキャストで日本国、北海道から沖縄まで、そして海外までね、ダウンロードして聞いていただいたという非常に人気な番組だったんですけれども、残念ながらこの4月ですね、4年半の、番組の歴史に幕を下ろしまして、ラジオ番組が終わってしまいました。まあいろんな事情があるんですけど、まあ本当のことを言いますとですね、私実はその毎週土曜日ですね、30分の番組だったんですけど、月に1回札幌に行って FM 北海道で4本撮ってたんですね。ちょっと生の番組やってる風に撮ってましたけど、本当は1回行って4本撮ったんです。でも毎月やっぱり北海道に行って2日間ですね、まあ夜も美味しいもの食べさせていただいたりとか、楽しいお酒を飲んだりとかいうことで、行く時間がですね、まあ実働1ヶ月20日間ぐらい本当に仕事すればですね、2日間北海道で楽しく過ごしてしまうということで、まあなかなかちょっとですね、今いろいろ忙しい折ですね、もうちょっと仕事しろと、少し仕事しなきゃいけないかなということで、非常に残念なんですけど、札幌行くのをですね、少しお休みしまして、ラジオじゃない形で何か皆さんに、情報をお届けしようではないかということになったわけです。まあ本当ね、ラジオをやっててですね、まあたくさん反響いただいたんですけど、やっぱりラジオはある意味こう車運転しながら聞けたりとか、そういう面白さがあったんですが、やっぱり見たいと、どうなってんだと、教えてくれと、その写真なんちょっとおーとか言ってるだけじゃ分かんないぞとね、いう話がありましたので、まあやっぱこれね、今流行りのやっぱちょっと動画でお届けしようではないかということで、まあファクトリーギアをやってる高野倉というですね、社長がですね、日々いろんなところに行っていろんなことを感じたり、いろいろ見てきちゃったり、あとちょっとこうびっくりしちゃったりね、そういうようなことなんかをですね、動画で配信していこうではないかというふうに思ってるわけです。なかなかね、工具屋さんの社長ってどんなことしてるのかなとかわからないと思うんですけど、ファクトリーギアの場合ですね、まあ世界中から工具を輸入していたり、まあメーカーさんと一緒に工具を作ったりとっていうことで、まああまり工具に興味がない方でも、まあいろいろなですね、私の日々をちょっとこういろいろとこう出していっちゃおうかなと思ってますんで、まあいろいろ工具関係のお友達とかにも来ていただいたり、まあいろんなゲストを呼んで、まあうちのスタッフとか喜んでいただけるかどうかわかりませんが、そういう人なんかもこう呼んでですね、皆さんに、ファクトリーギアのこう裏側を少しお届けしながら、工具とともに楽しんでいただければなと思ってます。でまあ工具の本当に使い方とか、新しい商品の細かい情報っていうのは、ファクトリーギアの沢山というですね、もう今やもう YouTuber っていうのかな、よくわかんないけど、ブロガーとかね、いうことで非常に今ネットの世界で人気な男がいますので、彼の方が、中心にやっていくと思うんですけど、私はどちらかというとですね、まあそのツールラバーね、工具好きとか工具開発者とか工具に携わる人たちの日々をですね、リアルに追っかけていって皆さんにご紹介するという、ちょっと切り口を変えて、お届けしたいと思ってますね。今日はですね、初めなので、あまりネタはちょっと公開しないで、次回以降、徐々に小出しにしていこうと思ってます。私も結構いろいろなネタ、過去のも含めて持っていますし、今もいろいろと継続してネタ入ってきてますんで、楽しくお届けしようと思ってます。それではまたお会いしましょう。